ケイシュトラはアルバニアの歌手。2007年にアルバニアの歌手オーディション番組で優勝してデビューを果たした。ケイシュトラは10歳の時に歌を始め、以来各種の音楽祭への参加を続けた。また、オペラ歌手を目指して歌を学んでいた。2007年にアルバニアンアイドルに参加し優勝を果たす。このオーディション番組出身の歌手としては2004年の ユーロビジョンでアルバニア代表として参加したアニエザ・シャヒニなどがいる。2008年12月22日、ユーロビジョンソングコンテスト2009のアルバニア代表を決める選考会であるフェステバーリー IKNGS で優勝を果たし、2009年にロシアのモスクワで行われるユーロビジョン2009への参加を決めた。フェステバーリー IKNGS で優勝した際、ステージ上で ほとんど移動しなかったことに関して注文がついた。これに関して、ユーロビジョン参加に際しては、ただ立っているだけよりは、パフォーマンスがあった方が良いと語っている。参加曲、M、メア n n, n d r r を手掛けたのは、エドモンド・ジュラリであり、ジュラリは2004年のユーロビジョン・アルバニア代表の、参加曲、アニエザ・シャヒニの、在名ブユーを制作した人物である。大会では、 7位で準決勝を通過し、決勝への進出を決めた。アルバニアの決勝進出は2008年大会のオルタ、ボカに続いて2年連続である。ありがとうございます。